はい、それでは今日も未来の自分自身におはようございます。はい、それでは今日の日付はですね、2024年、令和6年の5月16日の木曜日。今日も日本経済新聞の朝刊からいろいろと今の社会情勢を学びつつ、朝からしっかりと文字を読んで音読をして、口を動かして声を出していく、そんな練習を行っていきます。ということで、今日は5月の16日ですから、昨日今日で2024年令和6年の5月も折り返していきます。折り返して後半ですね、5月の、この後半に入っていくところです。で、今日東京あたりはですね、朝から霧雨が降っていて、昨日はですね、結構日中は爽やかに晴れたんですけれども、夕方ぐらいからだんだん雲が出始めてきて、まあ、湿度が少し上がり始めたなと思って、夜からポツリポツリと雨が降ってきたと思ったら、割とですね、しっかりとした雨になって、で、それが一晩かけて雨が残る形で、今朝は霧雨となっています。で、まあ、来る時はですね、傘をささずに歩けたぐらいですけれども、ちょっとですね、まあ、長い距離を歩くとなると少し、髪の毛が濡れてしまったりするようなくらいの霧雨とは言っても、結構ですね、しっとりとした霧雨だったかなという感じです。で、午後からですね、晴れてくるということで、まあ、ここからですね、週末にかけては結構気温が高い状態が続くということで、今日も東京あたりは25度ぐらいまで上がるということですけれども、湿度が結構 50% から 60% ぐらいまで上がるということですから、少し湿、まあ、蒸し暑いような、そんな天気に、まあ、今日の午後あたりからなり始めて、週末は27、8度ぐらいの気温、まあ、30度前後ぐらいまで上がるような、そんな気温となりそうなので、まあ、週末に向けて結構ですね、まあ、この暑さがだんだんこの、上がってくるということになるようです。で、今日自分なりに学びたい四字熟語については、今日の日本経済新聞朝刊のですね、2面の記事にあって、まあ、音読の題材には取り上げない予定なんですけれども、今日のですね、日本経済新聞朝刊2面の記事の中から、シンガポールウォン首相が誕生ということで、このですね、シンガポールウォン首相就任に学ぶ孔と三窟という四字熟語を学びたいなと思っています。シンガポールはこれまでですね、まあ、建国の父と呼ばれたリー・クアンユー氏からですね、まあ、初代首相から、その長男リー・シェンロンという方が、まあ、世代交代するというかですね、まあ、この世襲するような形でシンガポールを率いてきて、そして今度はですね、ウォン首相という方が第4代首相というふうになるようです。で、このまあ、このですね、リー・クアンユー、それからリー・シェンロン氏から、この、ウォン首相という方に引き継がれるということに向けて、自分なりにですね、まあ、孔と三窟という四字熟語が思い浮かんだのは、この孔と三窟という意味にはですね、まずは保身のためいろいろな逃げ道だとか、それから策を用意しておくことということで、まあ、決してこのリー・シェンロン氏が逃げるというかですね、保身をするということではないと思いますけれども、この大体ですね、権力者が世代交代するときには必ず自分の影響力を最大化しようというような意識とかですね、まあ、力が働くというような気がしたので、そこからですね、まあ、この孔と三窟というような四字熟語が浮かん で、この孔と三窟という言葉の意味自体はですね、まあ、ずる賢いウサギということですけれども、ずるいウサギは隠れ穴を3つ用意していて、そして自分の身を守るということから、この孔と三窟という言葉が生まれたようです。まあ、この孔との孔は、まあ、狡猾とかですね、ずる賢いとか、そんな意味があって、で、ずる賢いウサギは穴を3つ用意しておいて、それを巧みに使ってですね、まあ、この自分の身を守って、難から難を逃れるというようなことになるので、まあ、ずる賢いとかいう意味とかですね、それから逃げ上手みたいなことも、この孔と三窟という四字熟語には含まれているようです。決してこのウォン首相とかリー・シェンロン氏がずる賢いという意味ではないですけれども、特にこのリー・シェンロン氏がですね、まあ、この権力を譲るという時には、自分の意見をきちんと取り入れてくれる人とか、まあ、もしくは自分のことをちゃんと尊重してくれる人を必ずですね、まあ
起用していくということがこれまで、この世代交代に関してはどこでも見られてきたことで、まあ、それがうまく機能しないと、なんとなくの見立てですけれども、韓国のようにですね、まあ、前大統領が必ず何かしらの罪を着せられて、またこの刑務所に入ってしまう、入れられてしまうということになると、みんな安心して自分の職をこうですね、交代することもできないし、次は自分の番だということになると、何かしら疑心暗鬼になっていきますし、まあ、罪を着せようと思えばどんなことでもできてしまうということもまた権力のうちにあるので、なかなかそれがですね、機能しないとそのような形になるし、古代中国などでもですね、必ず世代交代とか政権交代があると前の人はですね、まあ、殺されてしまう。でないと、次何かですね、その前の世代の人、前の権力者の人が力を取り返して、自分今のですね、政権権力者がまた逆に滅ぼされてしまうということがあったりしたこともあって、この中国、古代中国などでは必ず、この世代交代なり権力の交代があると前の権力者が殺されてしまって、後顧の憂いをなくすようにですねするというような力が働くので、前の権力者、今の現代で言えば権力の世代交代するときには、やはり自分自身をきちんと尊重して、ある程度ですね、自分の身を安全にする、身の安全を守る、いわゆる保身ということになりますけれども、そういう意識もどこかしらに働くというようなことがあるはずだという気がしたので、このコート三窟という四字熟語がこの世代交代とかですね、首相の交代、就任、新しいウォン首相の就任については少し当てはまるのではないかなという気がしたので、世の中にはこのコート三窟というような言葉があるように、保身のことを考える人もいるし、この世代交代とか権力の交代するという時には、この前の権力者の人は何かしら自分の保身というものを考えておかなくてはいけないという立場にもなるし、これがですね、いいとか悪いとかいうような善悪の問題ではなく、世の中にはそういうバランスが働くんだということが分かっていくためにもですね、このコート三窟という四字熟語というのは非常に意味のある四字熟語なんじゃないかなという気がします。このですね、私たち一般市民ではあまりそこまで考えるような保身とかですね、そのために逃げ穴を3つ用意しておくというような必要があることはですね、ケースはあまりないかもしれませんけれども、世の中にはそういうこともあるということでですね、シンガポールがこれから先どのような道を歩んでいくのかとか、この東南アジアの中でもどのようにまたですね、進化していくのかということも、このシンガポール新、ウォン首相に、お手並み拝見というような気がするなというふうに思いますし、これからもこのシンガポールがですね、このアジアの中での都市国家としてどのように機能してくれていくのかということも、何かしら記事が出るたびにしっかりと確認していきたいというふうに思うので、今日のところはシンガポールウォン新首相就任に学ぶコート三窟という四字熟語を学びました。ということで、今日もですね、昨日の日経平均株価の終値を確認しておくと、昨日の日経平均株価の終値はですね、38,385円73銭ということで、一昨日に比べるとプラス29円67銭、プラス29円67銭ということで、30円弱の値上がりで、ほとんど動きがなかったような、昨日は取引の終わり方でした。円ドル相場については1ドル156円09銭から11銭、1ドル156円09銭から11銭ということで、こちらもですね、一昨日に比べると36銭の円高ということなので、円ドル相場についても昨日はほとんど動きなく取引を終えていました。で、今日ですね、音読の題材に取り上げたい一つ目の記事については、今日の日本経済新聞朝刊社説の一つ目からで、タイトルは企業は好業績の持続へ果敢な先行投資をということで、この企業のですね、業績がまたこの期について発表して始められているということを受けてですね、こちらの記事が掲載されて取りまとめられているようなので、こちらを一つ目の音読の題材としておきます。企業は好業績の持続へ果敢な先行投資を。上場企業の収益が伸び続けている。輸出企業を中心に円安の追い風や値上げの浸透で稼ぐ力が高まっている。企業に求められるのは持続的な成長だ。世界経済は不確実さが増すが、先行投資の手綱を緩めてはならない。
東証プライム上場企業の2024年3月決算を本市が集計したところ、全産業金融含む約1070社の純利益は前の期に比べて 18% 増えた。3期連続の最高益で 1% 増益の前の期から再加速している。業種別に見れば牽引役は自動車だ。純利益額の合計で商社を抜き、全産業の2割弱を稼いだ。トヨタ自動車は 5兆円近い純利益を上げた。円安に加え現地で販価が上がった。電気自動車 EV が減速感を強める中、強みとするハイブリッド車で米欧市場の需要をつかんでいる。小松や味の素も海外での値上げが走行した。大事なのは単にコスト高を転嫁する発想ではない点だ。製品やサービスの価値を戦略的に高めてこそ支持を得られる。非製造業ではインバウンド、訪日客拡大の恩恵が大きい。空運や鉄道の収益を押し上げ、オリエンタルランドも訪日客比率が上がっている。ただ内需は消費の二極化が浮き彫りになった。百貨店など高額消費は堅調でも、実質所得の低下が続く中で消費者の財布の紐は固い。コストを半価に十分反映できない例も目につく。懸念すべきは中国市場の需要減や競争激化が影を落とし始めたことだ。 EV 関連や電子部品、素材の一部が失速している。ビジネスの降雪によって差が出る局面といえ、入念に戦略を練る時だ。現時点の集計で2025年3月期は全産業の純利益で前期比 4% 減益となる見通し。世界経済が不透明な上、円相場を1ドル140円から145円で想定する企業が多いのも減益理由になっている要因だ。しかし企業にとって重要なのは増益基調を途切らせず持続的に成長していく経営だ。果敢な設備投資や研究開発、何より人への投資を怠れば企業は衰えるばかりだ。 M&A 合併買収も選択肢だ。そうした戦略を踏まえても資本を持て余すなら自社株買いを考えるべきだろう。将来を見据えた先行投資を緩めてはならない。製品やサービスの価値を高め、稼ぐ力を上げてこそ多様な利害関係者に応えられる。そうした好循環を生み出す先に持続した企業価値の向上があるということで、一部上場企業、一部ではなく上場企業のおおむねの1070社ですねのデータということだそうですけれども、なかなか好業績なところと苦戦しているところとの二極化もあるんでしょうけれども、この訪日客に支えられていたりですね、円安の恩恵に被れるところはある意味この業績が非常に高くなっているし、そのドメスティックなですね仕事とか業種などについてはなかなか厳しかったりもしているんじゃないかなというふうに思ったりもしますけれども、この企業は好業績の持続へ果敢な先行投資をというような呼びかけではありますけれども、もちろんですね、企業はそれぞれなりにできる限りこの先行投資を行っているでしょうし、それがですね、人や物、設備、さまざまなものにですね、どれだけ投資をすればいいのかということもなかなかこの答えがないというか正解がない中でみんな試行錯誤して頑張っているというふうに思うので、それがですね、業績に表れて、これまでも増益を重ねていることということ自体が素晴らしいなというふうに思いますし、ただですね、これを今でも財布の紐は固いというふうに言われて、記事の中にも書かれていますけれども、財布の紐が緩くなる時なんていうのはあるわけがなく、いつだってどこだってですね、必ず財布の紐というのは固いもので、それをどういうふうにね、どういうふうにこう緩ませていくか、開かせていくかということ自体がそれぞれの企業が、こぞって悩んでいるところですし、工夫を積み重ねていることでしょうから、その辺のところですね、ヒントになることが少しでもこの新聞記事の中などにあれば、我々のような小さな仕事の中でも活かしていけるような、そんな発想力というものをこうした、新聞だとか様々なメディアの中から見つけていきたいというふうに感じます。そして2つ目の音読の題材としては、今日の日本経済新聞朝刊社説の2つ目からで、タイトルは中国の南太平洋浸透を許すなということで、次またですね中国問題ということで、
これもですね、私たち一般市民にはどうすることもできない話ではありますけれども、今の世の中はこういう中国あると、中国それからアメリカを中心に回っているということがよくわかるような、そんないつものですね、中国の話になりますけれども、こちらを2つ目の音読の題材としておきます。中国の南太平洋浸透を許すな。海上交通の要所である南太平洋へ中国が軍事進出を加速する懸念が強まっている。日本は米国やオーストラリアと連携して同国の浸透を防止する必要がある。太平洋島嶼国のソロモン諸島でマネレ新首相が就任した。中国と緊密な関係を築いたソガバレ前政権で外務防衛省を務め、親中政策を継続する見通しだ。前政権が中国と結んだ安全保障協定は中国軍の派遣や艦船の寄港を認める内容を含むとみられている。親中政策の是非が争点となった4月のソロモン総選挙定数50では、ソガバレ氏が率いた与党の OUR 党が選挙前の38から16へと議席を大きく減らした。同氏は続投ですね、首相続投を断念したものの、 OUR 党は少数政党や無所属議員を取り込んで政権を維持し、マネレ氏を後釜に据えた。ソガバレ氏は2019年に台湾と断交し、中国と国交を結んだ。経済支援を引き出す一方、2021年に起きた政権への退陣要求デモが暴徒化すると、治安維持を理由に中国の警察当局者を受け入れた。その延長線上で2022年に安保協定、2023年には警察協力協定を締結して、さらに対中接近を進めた。中国がソロモンを事実上の基地として使えば、南太平洋での米軍や豪軍の活動を監視しやすくなる。中国は昨年パプアニューギニアにも同様な安保協力を持ちかけたという。威嚇をエスカレートさせる南シナ海や、東シナ海や南シナ海に続き、南太平洋も軍事拠点化しようとする動きは看過できない。米国は2022年に太平洋島嶼国と初の首脳会議を開き、2023年にはクック諸島とニウエを新たに国家承認した。豪州もこの地域で国防や経済面での支援を強化する。日本は2月に初めて太平洋島嶼5カ国と共同のサイバー防衛演習を実施し、今後は3カ国、地域をさらに増やす方針だ。日本が1997年以降3年ごとに開催してきた太平洋島サミットは次期会合を7月に控える。積み上げてきた友好関係を土台に関与と協力を一段と深めるべきだ。ということでですね、太平洋このソロモン諸島で総選挙が行われて、ソガバレ氏という方がですね、やはりコートサンクスでうまく自分の逃げ道を、と保身を図ってですね、ニウエ氏という方に政権、後釜に据えて自分自身はですね、保身するというような手段はまさにコートサンクスということになりますし、なかなかこの権力の交代自体はですね、どこでも最大の課題であって、権力者はいかに自分の保身をするかということですし、そこに中国や米国がどのように切り込んでいくかというような力の関係もあるようです。先ほどのですね、シンガポールも中国と米国それぞれと同じようにですね、仲がいいということなので、これから先シンガポールなどはですね、米国中国と上手に付き合って、何かその米中間であった時にはその仲を取り持つというようなことをウォン首相も、ウォン新首相も宣言されているということだそうですけれども、このような動きですね、中国は中国でいかに世界進出を図っていくか、米国一強は許すまじということで、今もですね、まさに、プーチン大統領、ロシアのプーチン大統領が中国訪中中だということだそうですから、その辺のところですね、で、このヨーロッパ欧州とアメリカ組とですね、それからロシア、それから中国組とどのようにこれから先にですね、対立関係が深まっていくのかということが、これから先私たちにとって、社会情勢にとって最大の懸案ということにもなるかということです。そして3つ目の音読の題材としては、今日の日本経済新聞のですね、総合面から、タイトルは AI で Google に革新ということで、 Google が音声映像にも対応するような
この生成 AI を利用して検索機能を、まあ、進化させるということだそうですので、こちらを3つ目の音読の題材としておきます。 AI で Google に革新、 Google 音声映像も対応。米国の Google は5月14日、生成 AI、人工知能を刷新し、動画や音声に大量の文章を扱えるようにしたと発表した。検索を含む自社のあらゆるインターネットのサービスに AI を組み込んで利便性を高める。半導体からデータセンター、ソフト開発まで総力を結集し、先行する米国 OpenAI に対抗する姿勢を鮮明にした。今日の講演で AI といった回数は120回だと Google のスンダー・ピチャイ最高経営責任者 CEO は5月14日に開いた最新技術の発表会の基調講演をこう締めくくった。約2時間にわたる技術発表は AI 一色となった。 Google は生成 AI ジェミニの最新モデルの提供を始めた。米国から文字から音声、映像、それから画像など多様な分野で AI の性能を高めた。1500ページの文章や1時間の動画を要約できる。音声を使った支援機能もはじめ、高精細の動画や音楽を生成できる AI も開発。例えば利用者は何かわからないことがあれば声で助けを求め、知りたい内容に関する動画などのコンテンツを直接読み込ませて AI から回答を得られるようになる。従来のように文字による検索を駆使して情報を調べる必要がなくなる。2022年11月のオープン AI のチャット GPT の登場以降、生成 AI の開発競争は過熱している。特に Google はオープン AI の躍進に危機感をあらわにする。 AI ファーストを標語に全面的に経営資源を集中し、新技術を次々披露している。オープン AI がスタートアップ企業特有の開発スピードの速さで先行するのに対し、 Google が強みとするのは巨大なリソースを背景とした開発体制だ。AI の開発からサービスへの組み込みまで一貫して自社で手掛けられるのが強みだ。 Google はスマホ用基本ソフト Android で7割の世界シェアを握る。利用者は30億人を超える。あらゆるネットのサービスを支えるクラウド事業では巨大なデータセンターを世界に持つ。米国 Amazon.com や米国の Microsoft とともに世界のクラウド市場を三分する。AI は膨大なデータを学習して進化する。データセンターを自社で持つことは性能向上に有利になる。AI 用の半導体やソフトを自社開発できることは他社にはない強みだ。Google 親会社のアルファベットの研究開発費は2023年に454億ドル、約7兆1000億円と2022年に比べて 15% 増加。米国スタンフォード大学は新型 AI の開発費用は1億9100万ドルとオープン AI の 2.5 倍に上ると試算している。ピチャイ CEO は Google は AI 時代をリードするインフラを持っていると語る。力技で競合をねじ伏せる考えだ。 AI への全面シフトは Google に副作用をもたらす可能性もある。検索に AI が浸透して使い勝手が良くなれば、利用者のクリック数が減り、十分な広告収益を得られなくなる恐れがある。アルファベットの売上高は7割弱をネット広告が占める。検索連動型の広告で牙城を築いた Google にとって AI のインパクトは屋台骨を揺るがしかねない。 AI 検索でも新たなビジネスモデルを構築する必要があるということですけれども、当然ながら Google はですね、 AI 検索でもネット広告の最大化とかですね、最適化というものを分かっているからこそ発表したわけであって、まあ、その辺のところは織り込み済みというか、新聞も分かって書いてるとは思いますけれども、この Google がこの検索広告事業をですね、さらに伸ばすためにも、やはり圧倒的な力をつけて、この生成 AI とかですね、 AI 検索の分野でももうトップを走るということを宣言したということになるわけですから、まあ、この広告事業ですね、いかにこれから変えていくかなんていうことを新聞が心配するまでもないのではないかなというふうにも思います。
まあ、それだけですね、オープン AI のチャット GPT のインパクトが大きかったということですし、まあ何度もこれまで自分なりに伝えているように、今までまだチャット GPT ももちろんジェミニもですね、使ったことがない中でどれだけ使い勝手がいいのかはわかりませんけれども、世の中の進化はもうこのように果てしないし、そしてですね、まあ、先ほどの米中対立ということで言えば、アメリカの記事がやはり日本の中では多いわけなので、Google は Google で開発していますけれども、中国は中国で、まあ、このような技術を虎視眈々と自分たちで作ってですね、まあ、この Google だとかに対抗できるような、まあ、そんな企業というものもどんどん中国の中からできてくるし、その辺はその辺でまたロシア、中国間で、連携をしてですね、米国、欧州、米国と民主陣営にどのように対抗していくかということも本当に着実に練られているんだろうなと思うと、世の中は本当に果てしなくて広くて、私たちが見ている世の中の世界というのは本当に針の先以上に小さい世界なんだなというふうに感じたりするということも、新聞から得られる面白いような自分なりの知見な気がします。ということで、今日はですね、2024年令和6年の5月16日の木曜日、今日という一日も本当に地味で平凡で、取り立てて大きな変化を感じることがない一日になると思いますけれども、自分なりに 0.1 ミリずつの小さな点を日々打ち続けることによって、やがてその点と点が何かのきっかけで線で結ばれることがあれば、大きな変化を体感できることもあるかもしれないし、こうした何でもない平凡な一日を感謝して過ごすことによって、心が豊かな生活を体感できるので、今日も一日笑顔で元気よく頑張っていきましょう。それでは。